見て、これ。みんな。見える？これ、新シーズンのさ、新ウェポンとか新武器がわかるんだけどさ、見たことのある武器あるじゃないですか。赤ザップとか、シャープマーカーの新しいやつとか、ま、いろいろあるんですけど、すごい気になってるのが、やっぱみんなダイオウイカ、いや、テイオウイカか。これなんですよ。で、その下にあるさ、この、見て。口開けた可愛いやつ。これなんだ？これは新しい武器なのか？それともサブウェポンなのか？それともスペシャルなのか？わからないよね。あと、俺が気になるのは密かに家があるじゃん、ここに。この家もちょっとなんか怪しくないか？もしかしたら、家の中から、このちっこい、何これ？水風船みたいな、クラゲと呼ぼうか。クラゲが出てきたり。するんじゃないかなと思ってるんですけど、気になるわ。家というセットなのか、それとも別々なのか、家は関係ないのかな、それとも。あとあれだ、ステージがね、マンタマリア号が追加されたりしてますね。これはスプラ2にもあるステージで、この下なんだ、この下、これ新しいか、これ、このステージ、なんかまだやったことないステージも追加されそうだ。うん。まあ、すごい気になっているところです。いろいろとね。まあ、みんなも気になってると思うんですけど。いや、これただ俺が気になってるって動画を、あげたかった。なんとなく、みんなに言いたかった。これなんだ、マジで。なんなんだ、みんな予想してみてくれ。コメント欄に、どんなサブウェポン、スペシャルウェポン、なんでもいいけど、なんか、なんだったら嬉しいかな。ちょっと教えて。何やってんの、ひろさん。逃げてんですよ。こっち見んなよ。ひろさん、こっち見んなよ。逃げてんですよ、おなちゃんから。来ないでください。来ないでくださいよ。これやだ、無理。こっち見んな、ちょっと近い。じゃ、無理。違う。うなちゃんが来てるから見ちゃうんですよ。すみません。いつまで電話してるんですか？もう1時間ぐらい経っちゃうんですけど。僕も使いたいんですけど。よく見たら喋ってないじゃないですか。ボタンばっか押して。何やっちゃってんですか？僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くために、みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって、僕は救われると信じています。ぜひ、助けてください。助けて！